と思いますけどね、はい、高高弘前を見て中に入れようとしましたが小島が奪う、ハスキッチを狙う、抜けてきた、ハスキッチ、オビアルディージャ逆転、絶妙でしたね、見事なラストパスは小島、それに応えたネルミン・ハスキッチ、まあ、ここですけどね、ここから小島選手が奪った後、まあ、裏空いてましたしね、少し流れたかなと思いましたけどね、ハスキッチ選手がそこを反応してね、早川、あ、阿部選手もね、ここ出ないとちょっと躊躇しましたけどね、はい、まあ、しっかりとキーパー見て落ち着いて決めましたね。